ンプルといってね、こういうあの管楽器とかを中心に、まあ、4、5人で小さい編成で演奏、いろんなチームが演奏するっていう演奏会をやって、で、まあ、それきっかけで人が集まったし、まあ、吹奏楽団でも作ろうかって言って、まあ、今日は来てないんですけど、あの今の団長の、まあ、中学校時代の連れなんですけど、まあ、作ろうかって言って持ってきました。ありがとうございます。その時に一緒にいらっしゃったのが、堀さんでよかったですか。で、皆さん3名さんいらっしゃったということで、はい、ありがとうございます。でですね、私は すごく個人的なあれなんですけれども、まあ、こういった、楽器の演奏を今からですね、まあ、オーケストラで演奏してもらうんですけれども、指揮者の方って、ね、どんな人なのかなってすごく気になるんですね。はい、指揮者の方、挙手。はい、じゃあですね、そのマイクの方の、はい、お名前お願いします。篠本真嗣です。どうぞよろしくお願いします。ご年齢は、27歳です。今年28です。皆さんちょっとしたドヨドヨが起きましたよあれどうぞ指揮者の方ってね、僕すごく嫌いですけど、最初から指揮者を目指して始められたのかなとか、始められたのかなと思うんですけども、まあ、そもそも音楽を始めて、まあ、なぜ指揮者になろうかって思ったのと、まあ、その辺のことをお話しいただけたらなと思うんですが、そうですね、僕が指揮をやりたいと思ったのは、まあ、中学生ぐらいの時なんですけども、中学校の時に吹奏楽部に入りまして、まあ、その時は入った時は別に指揮なんか特に興味はなかったんですけども、まあ、やっていくうちにやっぱり指揮者っていうのは何でしょうね、こう自由に自分勝手に何でもできるのですごい楽しいんですよ、ね、でその楽しさにこう気づいてしまいまして、でやりたいなという気持ち芽生えました指揮者になるには何かそういう、どうですか、どんな勉強をされるんですか。正攻法では正攻法では、まずピアノを頑張る、ピアノ頑張って弾けるようになりまして、でですね、音大に指揮科なんていうのがございますので、その指揮科に入って指揮やるっていうのが一番正攻法なんですけれども、でもなかなか難しいので、僕みたいに僕はフルートという楽器をやってるんですけども、フルートという楽器を頑張りつつ、こんだけ楽器うまいんやから指揮もできるんやでみたいな、なんか そういうニュアンスに持っていくっていう感じですかねだから指揮触れるかどうかって言ったら、みんな別にこの振ることぐらい誰だってできるんですけど、その説得力があるかどうかみたいなのを、なかなかそのアピールする場がないので、まあ、楽器が吹けるよとかピアノ上手やでとか、なんかそういうとこでアピールしつつ指揮やりたいっていうこともこうアピールしていくみたいな感じですか。なるほど、ありがとうございます。すいません、真ん中でね、若手二人が聞きながらへーって顔してたんですねちょっとね、聞きたいんですけれども、いいですか、マイク、すいません。どんな指揮をされる方ですか。篠本さんはどんな指揮をされる方ですか。はい、多分そうですね、この際なので言わせていただきますけど、本当にもうこれだけのお客様に言わせていただきますけれども、めちゃめちゃ素晴らしいですなんつうの、そういうのじゃなくてあれ違うんですか。なんつうかな、もうこの際やから言うとかなかんこととか、もう気になる。そうですね、全然喋らないですね。合奏の時間が始まるのも一言も喋らない。誰多分最近入った多分楽団のメンバーとか、多分まだ多分篠本さんに喋りかけることすらできてない多分方が多分まだまだいらっしゃると思うんで、篠本さん早く篠本さんの方から喋っていったらいいんじゃないですか。こんなに話しかけやすい雰囲気出てるんですけどねそうなんです、すごいなんか喋りかけて欲しくないみたいなオーラがあるんですけど、合奏が始まったらすごい楽しそうな顔するんですね、うん、ね、本番で自分勝手にやれるって。そうなんですよ僕たちがついていってる感じですはい、ありがとうございます。ではですね、そろそろ準備もできましたので、後ろの方でよろしくお願いいたします。マイクお預かりします。
実は先ほどですね、リハーサルの時にですね、篠本さんとですね、僕出会った時にですね、まずその持ち肌が気になったんですけれども、とても近くで見ても肌がね、綺麗だったんです。で、このホール入る手前、横ぐらいにですね、鶴見音楽団募集っていうポスターが貼ってあるんですけども、そこの端っこにですね、小学5年生くらいの子が僕もやってますみたいな感じの写真が写ってるなと思ったらですね、篠本さんの写真でした。ぜひ、ね、お帰りさん見てみてください。見てみてください。はい、ではそれですね、そうそう準備ができましたので、はい、では鶴見音楽団皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。
ありがとうございました。鶴見音楽団です。よろしくお願いします。まあ、先ほどのバンドのようにちょっと歌はないんですが、音楽を楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。で、ただいまお送りいたしました曲が、和田アキ子パワフルコレクションという、曲です。中の曲はですね、古い日記、笑って許して、土砂降りの雨の中で、あの鐘を鳴らすのあなたの4曲でした。で、まあ、真面目に解説しても面白くないので、何か和田アキ子さんの面白いネタないかなと思っていろいろ調べてみました。よく言われてますね、ゴッド姉ちゃんとかゴッド姉さんと呼ばれてます。これは皆さんよくご存知だと思うんですけども、実はね、デビューする時の名前の決め方っていうのにちょっとどうもいろいろあったみたいで、下手したらマーガレット和田というとても似合わない名前でデビューされる予定だったそうなんですけども、やっぱり事務所の方がイメージに合わないということで和田アキ子さんになられたと、いうことがあるそうです。で、あと、ポケモン GO に今ハマってはるそうです。テレビで言ってはったんで間違いない情報みたいですで、すいません、続きましてなんですけども、川の流れのようにを演奏いたします。もうこれは説明も不要だと思うんですけども、美空ひばりさんの、生前最後の、に発表されたシングル曲で、そうですね、一番売れたのはヤバラっていう曲らしいんですけど、まあ、その次に売れた、ヒットされて、ヒットした曲だということなんですけども、どうしても最後の曲ということで強くイメージが、残っている曲だと思います。では今から川の流れのようにを演奏させていただきます。お聴きください。
ありがとうございました、川の流れのようにでした、続きましてお送りいたします曲は、ジャパニーズグラフィティ4という題名なんですが、まあ聞かれただけでは何のこっちゃっていう思いはると思うんですけども、副題として弾工作作品集という、題がついてます。弾工作ってどなたのペンネームかご存知の方っていらっしゃいますか？やっぱりちらほらいらっしゃいますよね。もうこちらで答え言いますが、加山雄三さんのペンネームなんですよね。で、この弾工作ってなんでこんな変わった名前つけたんかなっていうのをちょっと調べてみました。加山雄三さんって作曲者の弾育馬さんと山田耕作さんもすごい尊敬されてたそうで、その弾育馬さんの弾と、山田耕作の耕作を足して、弾耕作という名前に、を付けられたそうです。漢字は全く違いますが、まあ、そういった意味が、込められているということです。で、あと芸名もね、いろいろ由来があるらしくて、まず、一文字ずついくと加山雄三の加は、加が100万石の加から取っているそうです。で、次山が富士山の、まあ、山なんですけど山ですね。で、あと英雄の雄で、小林一三ってご存知ですかね。阪急電車の創業者の方なんですけど、その方の像の3を取って加山雄三という名前を付けられたそうです。今まで正直かなり年上のおじさんで興味もなかったんですけど、調べてみると本当深いいろいろ意味があるんやなというのを改めて今回勉強させていただきました。で、ここで入ってる曲なんですけども、君といつまでもとお嫁においでと最後はサライです。以上3曲をメドレーでお送りいたします。お楽しみください。